恩彦君くん家年六月十三日は、朝鮮王朝の王族で、二十二代国王聖祖と、焼きお孫の異母帝名は、後に皇帝構想により、皇帝に追巫子とされ、小祖と送りなされた、昇魂聖子の息子である。聖祖の日の行為王公金氏の不妊により起こった、皇国へが、恩彦君の息子の常慶君を、 聖祖の後継者に据えようとした事件が露見したことで、常圭君は1八十六年に処刑され、恩彦君は降下党に重刑となった。死刑を免れたのは、将婚生死の敵対勢力である老論壁派の要求を拒否した聖祖の計らいであった。しかし、カトリック信者である婦人総主が1八百一年の新友蛇国で殉教し、恩彦君も連座して、 死役を賜った。恩彦君の息子の前慶君は二人の息子と共に、高架島に流された。長男は創生したが、次男のリモト藩は、後に、剣奏が後継者を残さずに死去した後国王に、擁立された。これが二十五代国王鉄州である。ソウル特別死音平靴広しがい、銅山七十八の一番地、北蟹山で枝山、李ーマツ山で、 鳥座級に埋葬された。しかし、朝鮮戦争中彼の墓地の位置は失われてしまった。恩彦君の親類、近親、祖先の詳細、原形不気略総根聖師、八木キヨ孫。22代、聖祖23代、純祖、公明聖二24代剣宗。恩彦君、前慶大員君25代秋ら衆。恩信君イコールイコール南縁君。 おきのり大員くん26代構想。恩善くん、李氏朝鮮後期系図。ありがとうございます。